さあそれでは今日のコーナー参りましょう。 I love ペット、可愛い動物たちとの暮らしについて考えていきます。去年の前回に引き続き、今回もお魚編、金魚、メダカ、そして今回は鯉です。今回もお話を伺っていくのはアミーゴ福島西店の柴田店長です。お願いします。よろしくお願いします。金魚やメダカについてお話しいただきましたけれども、はい、次は鯉。鯉ってこんな小さい時もあるんですね。そうですね、やっぱり卵で生まれる魚になりますので、卵から孵化して少し経つとこのぐらいの大きさでうちの方も入荷します。でも金魚とかメダカっていうのは家で飼いやすいじゃないですか。でも鯉って大きくなるとね、もうどんどんでかくなっていくじゃないですか。はい、どういう方たちが飼われていくんですか。そうですね、やはりお家に池をお持ちの方であったりとか、大きな水槽、どうしても回遊魚になりますので、体がこう泳いで回れないとストレスになっちゃったりとかしますので、はい、大きな水槽を準備できる方っていうのは大きめの鯉を飼われている方が非常に多いです。ただ今あの鯉の方のご飯の方もだいぶ変わってきまして、例えばこちらの金魚であれば60センチの水槽でも飼育、あのやり方によっては飼育は可能にはなってきてます。ご飯と、まあ、ちっちゃい水槽で買うようなご飯ですね、があれば多分いけます。わあ、大きい。まだまだ大きくなりそうですか。そうですね、まあ、鯉は基本的にあの自分の泳いでるところの場所に合わせて大きさも大きくなっていきますので、それが池とか、はい、そういうところにいる鯉はもっと大きくなると思います。まあ、このくらいまで大きくなるともうね、水槽っていうものじゃ足りなくなりますね。そうですね、ちょっと通常で販売してる水槽でも厳しいかなっていう大きさだとは思ってもらってもいいと思います。金魚とメダカと違ってまた大きいがゆえの魅力ってありますね。金魚もなんですけれども、鯉は体のフォルムっていうのはそんなに変わらないんですけれども、はい、その上身の柄ですねによって呼び方が変わったりとかしますので、はい、そういった楽しみもあるかと思います。奥が深い。正直寿命はわからないです。あの場所とご飯さえあればいつまででも生きるんで、よくこんぐらいの池堀とかに出ましたとかっていうのは多分何十年ぐらい生きてる子になると思います。じゃあそこら辺の私たち人間、大人より生きているかもしれないですね。そうですね、やっぱり大きさに比例するので年齢が、はい、適量な食事があるのと、あとは環境がいいのと、あとはもう柄、本当に柄で選ぶ方とか、はい、2色がいい方は2色だけ買いますし、3色混じってるのがいい方は3色だったり、あとはまあ、この子とかこっちの子みたいにちょっと上の方だけ黒い鱗があったりっていう種類とかいろいろあるので、確かによく見ると違いがたくさんだ。あとはその柄の入り方によって。この鯉たちはどこで生まれた鯉なんですか。当店で取り扱いさせていただいているのは主に長岡の鯉になります。新潟の、はい、こちらの大きい鯉と先ほどのちっちゃい鯉もどちらも長岡の鯉という形で仕入れはさせていただいています。その土地ならではの魅力とかってあるんですか。そうですね、やはり長岡といいますと鯉のとブランド、大ブランド、大きなブランドものになりますので、やはり知っている方にはご好評いただいている鯉にはなります、ね。はい、こちらは、はい、こちらは私一押しのヒレナガゴイという種類の鯉になります。なんか優雅ですね。そうですね、あの先ほど見ていただいた鯉に比べるとヒレが非常に長いのが特徴になるんですけれども、はい、特にあの水槽で飼われて横から見るときはそのヒレが優雅に見えますので、非常に綺麗な鯉にはなります。なんか動きが上品。ね、色もゴールドでいい感じです。そうですね、ワンポイントとしてもいいかと思います。今は結構金魚ぐらいのサイズですね。そうですね、ただ最大で1メーターぐらいにはなりますので、おっと、ただ、そこまで成長するにはやはりそれなりの広さのある水槽であったりとか、うん、ご飯、あとは
重ねた年齢というのが必要になりますので、はい、まあ、そこまでいければすごいですけれども、ただそうですね、大きくなるっていうのだけはご理解いただいた方がいいかと思います。むやみにちっちゃくて可愛いなんて言えないですね。そうですね、他の魚も一緒です。あのちっちゃいのは最初のうちだけっていう子が多いので、はい、十分ご注意いただければいいかなと。プロに聞きます。いや、どのお魚も見ているだけでなんか楽しめますね、ずっと、はい、そうですね。ただうちでは餌やり体験もできますので、1回100円でガチャガチャでご飯を取っていただいて、鯉にご飯の方をあげてみていただけますか。手書き感がすごい。じゃあ入れていいですか。はい、はい、はっ、あー、本当に餌が入ってる、はい、大きい鯉用と小さい鯉用、上と下別なんですね。そうですね、あのどうしても口に入る大きさじゃないと食べれないので、はい、こちらちっちゃい粒になりますので、こちらでやってみますか。はい、ほいほいほい。コツとかはないですか。そうですね、なるべく水を弾くように入れてあげると、はい、水の弾きで反応してくれるので、はい、わあ、いっぱいいる、いっぱいいる。はい、店長もどうぞ。あ、すいません。楽しい、えい。あ、なんかここまで元気よく食べてくれると、なんか揚げがいがあります。 ありがとうございます。ぜひ全部揚げちゃってください、はい。赤ちゃんワンコが戯れてるの愛くるしいですね。そして今回は鯉でした。金魚メダカと違う魅力がまたありまして、柄であったり先ほどのヒレナガゴイなんかもとても優雅で全く違う生き物かと思いました。お魚見ているだけでとても癒されました。ここまでアイラブペットでした。